東京大学は明治政府によって1877年4月に設立された日本最初の大学であり、1886年3月に帝国大学に改編されるまで存続した。この時期の東京大学を現在の新生東京大学と区別するため、特に旧東京大学と称する場合もある。加藤博之、東京大学法理文産学部総理。 ついで初代東京大学、総理、事実上の初代東大学長である東京帝国大学改正学校と東京医学校の統合により発足し、当時の日本においては唯一の大学であった。組織的には専門家庭として修行年限4年の法理分院4学部及び学部進学家庭たる予備門から構成され、後に 今日の大学院に相当する学士研究科も設置された。当初は上記に学校の連合体に過ぎなかったが、1881年以降、全学部を統括する総理職が新設された前後から組織的統合が進み、四学部のコーチも現在の東大本校キャンパスへと統合された。学部生、評議会など、東大のみならず現在の日本の大学組織の 原型がこの時期に形作られた一方で、日本人教官の養成が未だ進んでいなかったため、主だった教官は欧米人教師によって賄われていた。東京大学発祥の地の一支踏かつての改正学校の所在地、すなわち発足当初の法理文山学部の所在地に建立されている、明治政府が設立した二つの管理使用学校の東京改正学校及び、 東京医学校は、それぞれ旧江戸幕府以来の独自の歴史を持っていたが、1877年4月12日に、統合され文部省管轄の管理東京大学が設立された。この時点で、東京大学は、法、理、文、医の4学部からなり、修行年限は4年とされた。しかしこれは直ちに上記に学校の組織的統合を意味したのではなく、両校 さらにかつて大学校として統合する構想があったもののついに実現しなかったという権威があった。このこともあって医学部は池田県裁法理文山学部は加藤博之とそれぞれ異なる総理をいただいており実態は二校の連合体に過ぎなかった。東京大学百年史においても1877年の統合について単なる名称変更に過ぎず、 大学建設への積極的な方針や抱負は見られないとしている。東京大学時代の1880年以降、毎年全学部合計で50人前後ではあるが、全学部が継続的に卒業生を排出し続けるようになったのが、改正学校、東京医学校時代との最大の違いである。1881年の機構改革により、同年7月6日以降、東大は、 初めて単一の総理を持つこと。また、神田西基調に所在していた法理文三学部は、東京大学設立以降1885年に、かけて医学部に隣接する本郷の振興者に移転して、高知の統合が完了し、現在の東大本郷キャンパスの原型が形成された。戦術の機構改革と前後して、学内組織の整備も進んだ。まず1880年には、 現在の大学院に相当する学士研究科が初めて設置された。翌1881年には総理職新設に伴い学内運営のための常設審議機関として詩順会が設けられた。この詩順会は総理の諮問機関としての総会及び各学部長の諮問機関である部会からなり教授、助教授、講師、予備門教員を会員とし学科課程。 学位、試験規則、学生関係規則など広範な事項を審議するものとされ、今日の評議会、教授会の先駆とみなされている。八百八十五年には、理学部から分離して、工芸学部が第五の学部として新設されるなど、制度の整備が進んだ。また八百八十年から八百八十三年までに、理学部、法学部において、日本語授業を通じて、 専門家の簡易促成を目指す別科、教場が設置された。規制の管理つ教育機関の統合も進み、1885年には、司法省法学校の後ろ見たる東京法学校とは異なるを法学部に併合した。教官、講師は洋学派で占められ、特に上席の教官の大半は欧米出身の外国人教師で彼らの授業は当然、 欧米語で行われた。しかし法学部の日本法学関係科目、文学部の和漢古典講習科などについては日本人教官が担当した。外国人教師の身分は上記の教授、助教授、講師以外の教師とされ、しばしば大学予算を脅かす程度の高額の給与が与えられていたが、戦術の始巡回に参加することは許されず大学の管理運営に、 関与できなかった。また出身国の点から見ると、1881年以降は国のドイツ学習事方針もあって、次第に英米人教師に代わりドイツ人教師が増加しており、さらに外国人教師の全体数が減少に向かっていった。なお、東大法学部成立に至るまでの期間、フランス法学習者で特に成績、1877年4月の東京大学、 発足に際し、全身機関の一つである、改正学校の、普通科は別個の中等教育機関、管理等教園語学校とまとめられ、修行年限4年の予備門として再編された。法理文産学部への進学者はこの予備門での、家庭履修が義務付けられ、その組織は産学部の管轄下に置かれた。百八十二年には、医学部の予科も予備門に統合され、 予備門は全学共通の予備課程へと拡充された。地方の中学校が未整備だった当時の状況下では予備門はほとんど唯一の大学予備教育機関となっていたが1885年には東京大学に統合された戦術の東京法学校予科及び東京外国語学校のうち仏語科、独語化を併合するに及んで東京大学のみならず他の 専門学校への予備教育にも進出することになった。1886年3月1日の帝国大学令制定により、東京大学は公部大学校を併合すると同時に、五文化大学及び大学院を持つ全国唯一の帝国大学に改編され、この際、医学、法学の別科及び市順会は廃止、予備門を第一高等中学校として、 分離独立させるなど大幅な改革がなされた。ここに、東京大学の初期形態としての旧、東京大学の時代は終焉し、続く、帝国大学の時代へと引き継がれることになった。なお、帝国大学時代長らくの間、創立記念日は、帝国大学令行不日である1886年3月1日とされた。その後、 東京帝国大学は1947年10月、現名称である東京大学に、改称、ついで1949年5月31日、新生大学へと移行、現在に至っている。法・位、文、理の四学部が置かれ、理学部の中に、数学物理学及び生学科、科学科、生物学科、工学科、地質及び最高学科の5学科が設けられた。 法理文三学部総理には、加藤博之、法文学部総理補に、服部十三、浜尾信、医学部総理には、池田健才が就任。同時に、東京改正学校普通科と、管理東京英語学校を併合し、予備門を設置。医学部長に、池田健才、法学部長に、服部十三、文学部長に、富山正一、理学部長に、菊池大六がそれぞれ就任。 法理文三学部総理医学部総理総理予備門主管、予備門長1881年7月14日以降、予備門長。帝国大学成立以前のこの東京大学の時期には、公部省には公部大学校、司法省には司法省法学校、開拓市には札幌農学校、内務省には駒場農学校があり、各官庁は独自に専門官僚を要請していた。 そしてこの時期の東京大学の性格としては、教員養成所のような性格であり、卒業生で行政官になる者はあまりおらず、多くが学校の教員となっており、実質的には専門学校に相当する期間に過ぎなかった。さらに行政官になった数少ない卒業生の相当数が東京専門学校などの反政府的と目される私学の教員に転じていった。また、 各省の専門官僚養成学校にも優秀な学生が集まっており、この時代の東京大学が高等教育機関の頂点だったわけではない。優秀な学生がこの学校に集中するようになるのは、司法省法学校と工部大学校を吸収し、1886年帝国大学令による国家の使用を目的とする帝国大学に改組された後である。また卒業生が、 就職先として行政官に殺到するようになるのは1887年に官僚人用試験制度が制定され帝国大学卒業生が優遇されてからである。単行書辞典項目。ありがとうございます。